SL 番越物語号の駅名表2番線ガラス張りの待合室、塩川駅は、福島県北方市塩川町麻井市橋にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道番越再線の駅である。単式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。快速。 SL 番越物語は、上り列車のみ停車するが、これは、信号設備の関係でより列車が、ホーム有効長の足りないホームにしか入線できない、ためである。会津若松駅管理の簡易宅駅で、窓口が設置されている。駅舎のように建てられている、武家屋敷風の建物は、塩川ふれあい会館となっており、北方市が管理している。1階には切符売り場。 待合室、トイレ、自動販売機のほか図書コーナーや市民作品の展示場などが、2階には会議室や集会室がある。本来の塩川駅舎は、塩川ふれあい会館から一番線に出て、右手にある、ガラス張りの待合室がこれに当たる。現在、JR 貨物の駅は、シャー貨物の臨時取り扱駅となっており、貨物列車の発着はない。 貨物設備はなく、専用線も当駅には接続していない。かつては、セメントターミナル合図営業所へ至る、構内側線が分岐していた。そこへ、大見駅発送のセメントを輸送するために、日水、木曜日に、貨物列車が到着していた。セメントターミナルの側線は木回し設備のない、防線であったため、朝方に、 大見駅方面より来た列車は当駅で対向列車との上下交換のみを行い通過していた。そして合津若松駅で当駅行の貨車を一旦切り離して留置し、広田駅を経由した後、再度合津若松駅で塩川方面へ向けて編成を再蘇生し、塩川駅3番線へ到着していた。そこから塩川駅の北方駅方に引き上げた後、 水深運転で、防線上の側線へと入線し、二役作業を行っていた。二役後は、入線時と逆の手順をたどり、塩川駅三番線より青海へ返却する空車を、引いて出発していた。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は227人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。夏には、 昼のイカダ下り大会と夜の花火大会が楽しめる、日橋川川の祭典、花火大会が開催されている。花火大会は合図1とも言われている。この日は合図若松駅から社員が派遣され、切符の販売を行う臨時列車も運転されるが、花火開始前と終了後の列車はこの日だけ首都圏のラッシュ時並みに大混雑する。ありがとうございます。